気流ドリーム1号艇江口昭雄選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。まだ走ってませんけども、今の段階でどんなエンジンの手応えですか？普通だと思います。特に特徴みたいなものは、ないです。はい、そうそう、まあ良くもなく悪くもなくっていうことですか？そうですね。最初のレースまではどうでしょう、このまま行ってみますか？いや、もうプロペラ叩いています。わかりました。はい、近況、江口選手スタート感どうですか？まあ F2 の後遺症っていうか、まだ全然スタートはいけてないですね。今節もスタートで勝負っていうのはちょっと難しそうですかね？まあスタートはできるだけ切らないようにいきたいと思ってます。わかりました。はい、それでは今日から始まる新しいシリーズに向けてもう一言お願いします。はい、精一杯走ります。気流ドリーム2号艇足立裕樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前節は常に見事優勝、最近リズム良さそうに見えるんですが、ご本人いかがですか？そうですね、いいと思います。はい、今回手にしたエンジン、まあ、前傾の段階なんですがどうでしたか？まあ普通ぐらいだと思います。特に特徴みたいなものはありませんか？そうですね、今のところはないと思います。はい、最初のレースまではこの辺をこうしたい、何かありますか？そうですね、まあターン回り中心に、はい、上積みできたらなと思います。作業はどんな方向を考えてますか？プロペラですかね。わかりました。はい、足立選手、最近スタートの見え方はどうですか？まあいつも通りに行ってるようにはしてます。わかりました。はい、12レース、ここ2号艇なんですが、何もなければ2コースあたりになりそうですか？そうですね、ピット離れが同じなら2コースから行きたいと思います。わかりました。それでは今日から始まるシリーズに向けてもう一言お願いします。一生懸命走ります。よろしくお願いします。気流ドリーム3号艇地元秋山直樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回手にしたエンジン、まあ、前傾の段階なんですがどうでしたか？まあ、前傾は、まあ、はっきり分からなかったんですけど、まあ、キロプレートですし、エンジンに関して言うことはないですよね。何か特徴みたいなものありましたか？まあ、そういうのはまだ分かってないです。今日は8レースが最初のレースになりますが、このまま行ってみるか、はい、それとも何か作業されますか？まあ、一通り点検程度で大きなことはしないですね。まあ、前節流出してるんですけど、まだそのあたりも何とも言いませんかね。そうですね。はい、最近秋山選手スタート感の方はどうですか？スタートは自分のタイミングで行ってます。はい、それでは今日から始まる新シリーズに向けてもう一言だけお願いします。はい、一節間精一杯やります。気流ドリーム4号艇一ノ瀬明選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回手にしたエンジン、はい、前傾の段階なんですがどうでしたか？いや、悪くないと思います。どのあたりがよく感じたところですか？まあ、全体的に、まあ、力強さも感じましたし、まあ、まあまたちょっとペラが合ってるかどうかっていうのは分かんないんですけど、足は悪くないと思います。はい、ちなみに周年の時と比べるとどうですかね？いや、こっちの方がいいと思います。そうですか。はい、はい、そうするとこれ最初のレースまではこのまま行ってみるか、それとも何かします？いや、このまま行ってみます。行きますか？6レースは。はい、はい、最近の一ノ瀬選手スタートの見え方どうですか？いや、スタートはもう早くないですね、最近は。そうですか。はい、4号艇という枠番なんですが、普通に行けば角あたりになりそうですか？はい、そうですね、まあ、角だったら伸びさえ来てれば、まあ、スタートはしっかり行きたいなと思いますけど。わかりました。はい、それでは今日から始まるシリーズに向けてもう一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。お願いします。気流ドリーム5号艇鶴本隆文選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回手にしたエンジン感触どうでしたか？まあ、スタート届いてましたし、悪くないと思います。前節優出2着、まあ、そのあたりの力強さありましたかね？そうですね、しかも同期のアキちゃんの後なんで、まあ、1日かけて調整してると思うんで信頼していきます。どうでしょう、今日は5レースが最初のレースですが、このまま行きますか、それとも何か作業されますか？はい、このまま行けそうな感じあったんで、とりあえずこのまま行ってみます。わかりました。鶴本選手は最近スタート感いかがでしょうか？まあ、場によって違いますけど、昔よりはちょっと早くなったかなって感じします。わかりました。ドリーム戦は5号艇という枠番なんですが、ピット離れ良ければ動くということも考えられますか？まあ、ピット離れ次第ですけど、まあ、基本枠なりです。わかりました。それでは今日から始まる新シリーズに向けてもう一言お願いします。一節間最後まで走ります。お願いします。気流ドリーム6号艇佐藤大輔選手です。よろしくお願いします。お願いします。3場所連続優出中、近況いいんじゃないですか？そうですね、流れはいいと思います。はい、今回手にしたエンジン、まあ、前傾の段階なんですがどうでした？そうですね、直近の気流の中じゃいい方だと思います、最近の気流の感じだと。はい、
前回、まあ、3月になりますけど、はい、流出してますが、その時と比べるとどうなんでしょうね。そうですね、前傾の感じは今日ってか、今回の方がいいと思います、はい、特にこの辺がいいよって何かあります？なんか全体的になんか勝率がそんなにない割には回転の音とかが良かったんで、はい、今日は4レースが最初のレースになりますが、はい、このまま行ってみるか、それとも何かします？そうですね、ちょっと気温とあれですけど、昨日の感じだとそのまま行ってもいいかなっていう感触でした。わかりました、はい、近況スタート見え方どうですか？そうですね、タイミング早いのはいけてる感じですけど、まあ、質のいいスタートがいけるように今節は、はい、ドリーム戦6号艇という枠番なんですが、はい、もしピット離れ良ければというのはありますか？そうですね、出たら行きたいと思ってます、はい、それでは今日から始まる新しいシリーズに向けてもう一言お願いします。はい、気合入れて頑張りますんでお願いします。